エクトル・フォントエクトル・フォントロメロは、スペイン・ビライ・コール・レアル出身のサッカー選手。ポジションは MF。一部リーグでの歴史が浅いビジャレアル CEF の実質一期生ともいえるユースチーム出身者である。祖父がビジャレアルの元選手であり、フォント自身も幼少時からビジャレアルのファンであった。2002から03シーズンにトップチームに昇格したが、翌2003から04シーズンには二部の仕ダで、 ムルシアに、レンタルされる。再びビジャレアルに戻った2004から05、シーズンからは、レギュラー争いに加わり、UEFA カップでも11試合に出場するが、2006から07シーズンは、マヌエル・ペジェグリーに監督の構想から外れ、3年契約で、CA オサスナに完全移籍した。オサスナでは3シーズンで69試合に出場した。2009年夏、 オサスなとの契約が満了したためレアルバリアドリードへ移籍した。2009から10シーズンは10試合の出場にとどまった。2014年7月13日、セグンダ・ディビシオン B のレアル・オビエドと2年契約を交わした。スペイン U-21 代表に選出された経験を持つ。ありがとうございます。